行くぜ、せーの、ほい。あー、いきなりの音だ。悲しい。言うな。いや、さすがにそんなこと。はい、というわけで改めてロック&ボールへやってまいりました。前回のスコア37というのがね、非常にいただけないということでございましたので、改めてリベンジを果たしてみせましょう。今度こそね、しっかりとしたスコアを取ってみせますよ。そして、陰キャと言われたらたまったもんじゃないんでね、改め今度は皆様、フレンドの皆様とご一緒にプレイをさせていただきます。それでは早速行ってみましょう。さて皆様、ご準備はよろしいでしょうか。ボールは持ったな。オッケー、持った。よし、構え、行くぜ、せーの、ほい。あー、いきなりの音だ。悲しい。マジかよ。よし、たまらんな。2度目、せーの、おい。あ、これいい方向でしょ、いい方向でしょ。よっしゃ、スペア。ストライク来たか。あー、いいとこまで行って、いいとこ行ってますもんね。せーの、おい。あ、ぶつけた。前に出すぎた。話すタイミングはね、なかなか難しいんですよ、これ。せーの、おい。あ、これ外したっけ、外したっけじゃね。あー、落としたー。落としちゃってる。いやー、点がひどい。おい、あ、これいいんじゃね、これいいんじゃね。ああ、真ん中一本だけ残った。ちくしょ。やばい、逃げたりすらいかない。いや、これね、初めてでね、30いくっていうのがすごいと思うよ、多分。せーの、おい。よし、いいライン。あ、ストライク取ってるし。マジか。マジか。2投目、せーの、おい。あ、いててててててて。あー、スペアじゃない、9本に。中間スコアでございます。どう見てもね、クルセさんが上手すぎなんですよね。イエーイね。そう。でもね、初回と比べ、一番最初、前回の動画と比べたら、もうすでに35いってるんで、なかなかいいところまでいってるんですよ。あおみさん。練習やろう。大丈夫、まだ巻き返しができる。頑張りましょう。はい。せーの、おい。俺いいとこ行ってない、いいとこ行って。でも若干それた。これさ、絶対スペア出せないやつじゃん。
おい、あっちゃっ速攻ガーターしてるし。速ガーターしてるし。ん？お？これ7本の扱いなのか。あれ微妙だね。あれどうやって？7本換算らしい。一応7本なんだ。あれ倒れたことにしてくんないんだ。いまーす。はい。ふっ。ん？お、お、あー、あー、あはははは。何が起きたんだ今。わかんない。では最終ラウンドでございますね。できればねここで1本でストライクを取りたいところでございますが、いきましょう。せーの、あっ、ストライクじゃない、ストライクじゃない、なんてこと、ストライク、マジかよ、ストライクじゃないなんて、今の2分言ってたのに。ゲームオーバー。最後の結果なんですけども、優勝はクルセさんでございました。あの喜びの可愛いムーブが決まっております。いかがでしたでしょうか。これがねフレンドの皆様と一緒にプレイする、ボーリングでございます。VR チャット、さっき前回も申し上げましたけども、様々なワールドが用意されております。今回のボーリングイヤーにもキャッチザフラッグ、 FPS、 そしてディスクバトル、または、著名なユーザー様が制作いただいたサスケみたいなワールドもあります。興味がある方ぜひとも VR チャットにログインして、この体験をぜひとも共有していただければと思います。そして、今回の動画、面白かった方は、高評価、そしてまだチャンネル登録されていない方はぜひともサブスクライブよろしくお願いいたします。バイバイ。